石狩市は北海道中央西部、石狩振興局管内にある市。札幌市の北に隣接している。石狩振興局では唯一の海に面する自治体である。振興局北部の海岸線に沿って南北に長い市域を持つ。西は石狩湾に面し、石狩川河口を有する。南はハッサム川、バラト川を隔てて、札幌市と東は同じく南北に長い当別町と、北部は所管別手売や岸里国定公園の産地で、新十津川町や増毛町と接している。南部は標高10メートル以下の砂丘と、低地、石狩川川口より、北部には石狩丘陵をはじめとする丘陵地帯が広がっている。海洋性気候で、寒暖差は小さく、対馬海流の影響もあり冬は、比較的温暖である。それでも、ヒートアイランドの影響が比較的小さいため、札幌市中心部よりは冷え込むことが多く、摂氏10度以下まで冷え込むことも珍しくない。2001年、平成13年1月19日には摂氏 23.1 度を観測するなど、しばしばマイナス20度近くまで冷え込むこともある。北西からの季節風が、日本海を越えて吹きつけるため積雪が多い。また、石狩湾小低気圧が発生すると猛烈な吹雪となる。ただし、旧石狩市の区域は、市の全人口の9割弱が集中し、札幌市の衛生都市として大規模な住宅街が形成されており、雪への対策が比較的充実しているため、特別豪雪地帯に指定されていないが、厚田区や浜松区は、特別豪雪地帯に指定されている。一年を通して風が強いため、市内には多くの防風林が設けられている。石狩振興局越総合振興局空知、総合振興局留萌振興局。2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口0人の消滅集落となっている。アイヌ語に由来する。蛇行する石狩川を表現したものとする考え方が大勢だが、解釈は以下のように諸説ある。慶長年間に正木藩により石狩場所が設けられて、以来、石狩は漁業や蝦夷、アイヌとの交易の中心地として栄えた、また内陸部で切り出した木材を道外へ運ぶための基盤も設けられるなど、江戸時代の石狩は石狩川流域地域との中継点として、重要な役割を果たした。厚田村、浜松村との合併について2002年、平成14年1月に研究会、2003年、平成15年1月に法定合併協議会を設置。2004年、平成16年9月の住民アンケート、回収率 29.9% では合併賛成 35.5%、反対 56.1% だった。2005年、平成17年1月16日に、住民の直接請求による住民投票が行われたが、投票率 43.34% で、開票条件の 60% に達せず不成立。これにより合併推進が確定。1月27日に三市村による合併協定書、調印、2月8日に三市村にて、合併議案可決。2月23日北海道へ合併申請書を提出。その後、官報に掲載され、2005年、平成17年10月1日付でに村を編入合併することが確定した。かつては鮭などの漁業が盛んだったが、戦後札幌市のベッドタウンとして発達。また、石狩湾振興、工業団地を有する。銀行信用金庫、消防警察、浜松区御冬地区は、増毛郵便局、増毛町が集配エリアとなっている。私立大学、石狩市と富士女子大学は、相互が協力し活力のある個性豊かな地域社会の形成及び発展に寄与することを目的として、2010年に包括協定を結んでいる。同立、双葉小学校は2010年、平成22年に、新設、紅葉山小学校と若葉小学校の統合による。なお、若葉小学校は2005年の小学生クラス対抗30人31脚全国大会で優勝している。2011年3月31日をもって、北海道浜松高等学校、同立が廃止された。石狩市の交通における積年の課題は、鉄道が通っていないことである。札幌へ通勤、通学するには、バスや自家用車を利用しなければいけないが、積雪時に起こる渋滞が問題となっている。石狩市、町内の鉄道計画は、大正期より、幾度も持ち上がっていた。鉄道省発足直後の1922年、大正11年の改正鉄道敷設法では、石狩国札幌より、石狩を経て、手塩国増家に至りる鉄道が予定路線とし、盛り込まれたが、1988年、昭和63年の同法廃止により消滅した。1956年、昭和31年には、石狩町などが出資して、石狩鉄道株式会社、1963年、昭和38年に、札幌臨港鉄道株式会社に名変更を設立し、総延石狩間の事業免許を取得。1959年、昭和34年に一部区間で着工したが、資金不足により間もなく頓挫した。事実上倒産状態にあった同社はその後も、事業免許を保持し続けたが、後述の軌道系交通機関整備構想と競合するため、1998年、平成10年に免許を返上し、正式に解散した。1995年、平成7年に石狩町によって調査が行われた建設案には、札幌市営地下鉄南北線、阿蘇宇駅、または東方線栄町駅からの石狩モノレール案、そして、JR 函館本線ハッサム駅からの鉄道案の3つがあり、いずれも建設費、約800億円、開業から17年での赤字解消という試算が出されているが、具体化のめどは立っていない。また、ガル川、現在の JR 手稲駅から花半間の、堂々石狩手稲線沿いには、1922年、大正11年から、馬車鉄道、軽石軌道が運行され、さらに親船町付近までの延伸も予定していたが、1937年、昭和12年に営業休止、1940年、昭和15年に廃止されている。このほか、市が保有するバス等を用いた路線がある。石狩市が運行するバスを参照。主なタクシー会社、史跡名勝北海道指定市の文化財。市外局番は0133、石狩 MA、市内局番は60から79。局番変更。映画ロケ。音楽コンサート。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。